さあ今年はシリーズ完結編となる忍びの生きる道の公演がありましたが、はい、公演を終えてみていかがでしょうか、中尾さん。ちょっと僕は3年間ナルト役を演じさせていただいたんですけど、はい、本当に今年最後で、本当にもう前公演スタンディングオベーションいただいて、はい、前公演汗と涙と、もうドロッドロになりながら、やり尽くした公演で、今もうこうやって振り返って皆さんがお話聞きたいっていうことが僕はすごく嬉しくて、なんかまだ終わってないな、終わったんですけど、やっぱりずっとこういう熱とかナルトの愛をなんかひしひしと感じてる日々です。はい、ありがとうございます。斉藤さん、いかがでしたでしょうか。はい、なんかそうですね、公演中は本当になんか終わりを考えたくないぐらい、もう本当に終わってほしくないなってずっと思ってたんですけど、実際、はい、終わって翌日から、あ、もう終わってしまったんだっていうなんか実感っていうのがもう、はい、ロスがもうどんどんやってきて、すごい寂しい思いをしてました。そうですよね、ずっとねやられてきたから8年間ね、桜を、はい、はい、ありがとうございます。でもまた今日こうして、さくらちゃんとしてというか、公演のね振り返りを皆さんとお話しすることができてすごい嬉しいです。はい、ありがとうございます。今日は楽しんでください。よろしくお願いいたします。ということで、中尾さんは、はい、昨年に引き続きのご登場。そうですね、去年は父ちゃん、北園亮君と一緒にこちら出してもらって、終わった後もね、はい、回ったりして回ってましたね。今もう熱気を感じてすごく楽しみです。はい、どうですか今年のジャンフェスは。いやー、もうまださっき来たんですけど、いろんな、それこそナルトだったり、いろんな格好した方とか、さっきグッズとかも見て、後で回りたいなとも思ってて、あら、楽しみです。楽しんでください。はい、さあそして伊藤さんは2017年、はい、暁の調べぶりのご登場ですが。そうですね、はい、前回は加賀先生とイルカ先生と、はい、3人で出させていただいたんですけども、今回も参加することができて本当に嬉しいです。はい、もう熱気がすごいですよね。そうですね、なんかここに来るまでの道でも、はい、すごいいろんな、ね、加工した方とかいらっしゃって、すごいワクワクしてここまで来ました。バッチとかバッチ、ね、ではですね、忍びの生きる道公演についてですね、舞台写真を見ながら振り返っていきたいなと思います。それではお二人ちょっとサイドの方に開いてもらって、はい、さあ最初の写真はこちらでございます。そう、こちらはどういう写真でしょうか。これオープニングですね、最初のみんなが出てきて、バーって盾して戦って、最後にバーンって決まって、ここから始まるオープニングの絵です。めちゃくちゃかっこいいですよね。かっこいいですね。これも立ち位置とか、すごいなんかね、結構細かく考えていて、すごいキャラクターごとにとかね。そうですよね、はい、そのポジション、中村誠二郎はちゃんと立ち位置に入れて。中村誠二郎さんと今日の坊さんはすぐ外れます。そうですね、まあなんか外れそうな、お二人だと本番はビシッと決めますから。なるほど、はい、ね、ワクワクする写真でございます。さあ続いていきましょう、こちらでございます。おー、さあこれは伊藤さん、どういった写真でしょうか。これはですね、第7班が、はい、改めて集結して、はい、これから一緒に戦うぞっていうシーンのシーンでございます。ここ泣けますよね。ここはね、今日からやってるんですけど、サスケとあまり舞台上で会うことがなくて、ここでようやくリュウジ君と、おー、なんか目あったなってバーって出てきて、ここが意外と僕はなんかよく覚えてますね。でもこれ伊藤さん的には、はい、まあ、初演から演じられてますし、さくらちゃんとしては、はい、すごい思いだったんじゃないですか。そうですね、もう7班結成の時からもう8年前ですね、はい、からやっていると、まあ、1回バラバラになった7班がまたここで一緒に並べるというのがすごく胸が熱くなりました。いい顔してるね。いい顔してる。いじってるでしょそれ、完全にね。いい顔してるよ。ありがとうございます。みんないい顔してる。はい、さあ続いていきましょう、こちらでございます。おお、これは中尾さん、これね、二人の力が合わさって、はい、チャクラを引き抜く、美獣たちを引き抜くところですね、はい、こちらサスケとの共闘はいかがでしたか。これなんかいろいろ起こるんですよ、うん、後ろで、はい、長くて、ずっとこうやって長くて、ね、長いなと言わないよ、そういうこと、長いと思って長さに打ち勝ったシーンでございます。はい、ありがとうございます。どんな説明